エンジンしとこう。さあ、ちょっと一回りだけ、はい、最終的な点検ですね。行ってまいりましょう。マジェスティ S 155cc でしょうか。可変バルブタイミングエンジン、長らくですね、この K2 輪のちょっと小さいタイプっていうんでしょうか、まあ、でも250も含めてね、はい、唯一のフラットフロアスクーター、ということになるかと思います。日本製ね、あ、日本メーカーね、日本メーカーでございます。はい、ということで、もうフラットフロアで、しかも日本のメーカーじゃないとっていう方にはね、もうこれしか選択肢がなかったんですよね。はい、で今はね、X フォースに変わりましたけど、だから X フォースだけになりました。はい、なかなかね、日本のメーカーこのクラスでフラットフロアもなかなか作らないですよね。はい、そうなると台湾メーカーっていうことになるんですよね。だからまあ、このマジェスティ S も、まあ、台湾ヤマハなのでね、まあ、台湾メーカーが作っていると、まあ、いうことになるわけですが、で次の X フォースというタイプ、あれも台湾ヤマハということでね、で台湾だとフラットフロアのスクーターが好まれると、まあ、いうことのようなんですよね。マジェス車体は結構大きめなんですよ。全長は確か2メーターぐらいね、あったかと思うんですが、ただ乗った時のね、この感じは非常にコンパクト、125のスクーター、ちっちゃいスクーターに乗ってるようなね、しかも今125でもね、大きいのいっぱいありますから、ちょっとあれですけど、非常にコンパクト、そんなね印象なんですよ。これ面白いですね。でシートがやっぱり段付き、結構な段付きがあるんで、それ以上こう腰をね後ろにずらせないので、まあ、そういった都合上ですね、まあ、前目に座るようなね、どうしても感じになるかと思います。で一応フォワードポジション取れるんですよね、足をね。はい、ただちょっとね近めなんですよ。だから近いから結局足首の曲がりがきつくなってしまうんで、まあ、そのあたりで、うん、まあ、要はコンパクトなポジションということでね、はい、あえてそういうものを演出しようとしているようでございます。でこれ加速がすごくいいんですよね。おそらく KRV より速いんじゃないですかね。そんなことはないですかね、かなりねこの加速重視に、セッティングされているようでございます。これがあのホンダのスクーターと違うところなんですよね。ホンダのスクーターはどちらかというと加速よりも、なんていうんですかね、回転数をあんまり上げないで加速していって、まあ、最終的な部分でっていう感じですよね。まあ、だからといってじゃあ遅いのかというとね、そういうわけでもないので、まあ、燃費とかね、あと静粛性とかいろんなことを考えると、そういうやり方がいいを選んでいるということだと思うんですけどね。ただ台湾ですとやっぱりね、こう加速重視っていうんでしょうかね、はい、そういったものが、まあ、好まれる、じゃないんでしょうか。さあ、ちょっとね曲がって、ちょっと簡単に一回りだけしてね帰りますんでね。これ時計合ってないですね。時計は合わせてないのかな、はい、で、普通にあの点検をさせていただきました。はい、まだねそんなにこれ立ってないんですけどね、はい、あの普通にあの点検しちゃってくださいっておっしゃったんで、はい、やらせていただきました。まあ、レバー周りはねグリス塗ってありましたね。多分購入したお店でご自分オーナーの方がやっていないんであれば、購入したお店がね、じゃあ販売したお店がやったんじゃないかと思います。はい、まあ、一応でもうちでもちょっと一回それ拭き取ってね、はい、ベルハンマーでくるくるやってベルハンマーグリスを塗って、組み付けさせていただいてございます。これスロットル戻すと結構エンジンブレーキがかかりますね、これぐらいのスピード出してるんだけど結構回転高いもんね。5500回転とかで走ってるから、30キロちょっとのスピードで結構これは、はい、で、あとはですねホイールですね、足回り外して、
オイルシールとかね、グリス塗ったり、あとブレーキキャリパーですね、ピストンとかにグリス、はい、塗布して、ございます。はい。ですのでね、次回メンテナンスの時に非常に楽なんじゃないか、うん、そんなこと思いますけどね。あと一応駆動系も上げさせていただきました。で掃除、洗浄させていただいております。まあ、そんなような内容、あとプラグですね、スパークプラグ、あのお客様がイリジウムのタイプね、これに交換してほしいということなんで、それは交換してございます。あとブレーキフルートですね、前後とも新しいものに入れ替えて、ございます。ということでですね、はい、マジェスティですね、これはなかなかこれは貴重なバイクです。これやっぱりスポーツスクーターっていう部類に入るんじゃないかと思いますけどね。ちょっとゆっくり走ってるんであれですけど、はい、まあ、リアサスがね硬いことで有名なんですけど、まあ、初めから2人乗りとかね、することを想定しているんでしょうか。これはあの車外のに交換をされてますよね。まあ、ちょっとこう普通にね軽く市街地をゆっくり走るだけですので、何がどうというあれはないんですが、非常に、これは、まあ、あと外観かっこいいですね、はい、いかにもスポーツスクーターっていう感じでね、顔つきとかね、非常に睨みを利かせたようなね、こんな感じ でさらに昔ながらのねオーソドックスな作り、いわゆるフラットフロアということで、まあ、選択肢がねやっぱり日本のメーカーだとありませんので、そういった意味でねそのあれを守り続けた、そんな、貴重なスクーターということができるのではないでしょうか。はい、服とかねこれ面白いんですよねこれね、ということでちょっとね軽く一回りしてみました。はい、あとは結構一応確認ねいたします。車外のねリアサスに交換されているということなので、でプリロードがねだいぶもう調整できるんですね、だいぶ落とされてますかね。はい、もうネジのだいぶ、はい、これねでちょっとこうねやりますよね。柔らかい、なんかねすごい硬かった記憶があるんですよ、ノーマルはこうやってほとんど動かないみたいなね、非常にね、はい、柔らかい感じがしますね。で前はねそうですね、こんな感じでねストロークはやっぱりそんなにね長いっていうタイプではないと思うんですけど、これであれですかね、道路走るどんな感じですかね。これ車体は前のタイプと一緒だと思うんですけど、見た感じねこの面構えがね LED のヘッドライトになって、ヤマハさんうまいですね、ここだけねなんかすんごい新しいスクーターにやっぱり見えますからね、ここね、デザインでほらこう結構ね目つきが鋭い感じだね、ちょっと鷹とかワシみたいな感じなんですけど、ただエイリアンっぽくないんでね、そう最近のなんかそういうのが多いじゃないですか、変な顔つきのやつがね、特にこのこちらのメーカーのね、それを考えると非常にこう多くの人があこれかっこいいねって言えるタイプのね、なんだろうなんか変築人してるなっていうふうに思うねタイプが結構多いんで、それ考えると非常にいいですよね。でそうですね、まあもちろん、ね、もう販売終了になっちゃったからねあれですけど、まあただねまだ、買うことはできるんですかね、お店で言うとまだ残ってるとこもねあるかもしれないですからね、メーカーにはもうないんですかね、取り寄せはできないのかな、どうなんですかね、はい、製造分がね残ってればっていうのがあると思いますけど、はい、なんでしょうね、マジェスティです、点検させていただきましたんで、はい、ついこの間ね1台納車整備させていただいたんですけど、なかなかやってるからちょっとこの辺の外すのとかね、はい、ブーツとか
あのできましたね、簡単にね。ずっとじゃないと多分手こずって何なんだこれはっていうねことになったかと思いますけどね、はい、いやーホイールの色とかねおしゃれですよね。これパールホワイトでしょ。パールホワイトね、これね青いね。でレンズも中もね、あ同じ色使ってるしね。これやっぱりヤマハらしいっていうことになるのかな、ね、デザインもヤマハですからね。やっぱりなんかね、なんかこうおしゃれ感があるんですよね。それがいいじゃないですかね。はい、うん、マジェスティですか、うん。なかなか